はい、清水です。はい、翔子です。こんにちは、ベルビンク株式会社です。まあ、今回はちょっとですね、ティラノのランラボチャンネルをパクったオープニングということで、ちょっと違う感じで入ってみました。まあ、今回はですね、インストラクターの翔子さんに来ていただいてます。で、今回の、まあ、内容はですね、ランナーにとっての、まあ、筋トレというか体幹補強っていうテーマについて、まあ、話していきたいなっていうふうに思うんですが、まあ、今回はですね、その中でも今までいろんな情報発信してきてるんですけど、まあ、最終的にじゃあ具体的にどうやったらいいのかっていうことで、もうその具体的にじゃあもうこれをやりましょうっていうことで、まあ、弊社からですね、ブレない走りと綺麗な体を手に入れよう、ランナーのための体幹補強 DVD っていうのを出してるんですね。で、こちらのランナーのための体幹補強 DVD はこの、まあ、翔子先生のですね、翔子先生と1対1の、まあ、マンツーマンのパーソナルレッスンを受けてるかのような感覚が味わえる DVD というふうになっています。で、今回は、まあ、その翔子先生に来ていただいて、まあ、翔子先生のこれまでの経歴とかですね、それからその体のことについていろいろお伺いしていきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。お願いします。まずはじめに簡単に私の方から翔子先生のことを簡単に説明させていただきますと、まあ、中学高校と、中学高校大学と陸上競技されていて、で、中学では 100m ハードルで、高校では七種競技とやり投げも行ったんでしたっけ。はい、行きました。やり投げで全国大会に出場されてる、はいはい。まあ、この体でどうやってやり投げたんだろうね。だからなんか本編以上に気になるところなんですがまあそこはちょっと置いといて、で、まあ、大学は金谷体育大学という体育大学行って、で、その大学出た後にまあ、一時期ちょっとね、まあ、結婚出産得て就活してたけど、何連敗したんでしたっけ。14連敗。あまりなんかね、暗黒時代の阪神タイガースでも聞いたことないような14連敗。はい、数字をまあマークされてですね、で、最後15回目にもうこれ落ちて受からんかったらもう就活やめようと、はい、そうです、思ってたところで、はい、イリアスに行かれたんですよね。はい、はい、まあ、イリアスっていうそのスポーツクラブが京都駅のすぐ近くにあるんですよ。まあ、私も行ってみたんですけど、結構大きくて立派なスポーツクラブなんですけど、まあ、そこ の, ジムに勤務されて、まあ、そこから紆余、曲折あってですね、まあ、詳細後ほどっていう感じなんですが、今はインストラクターとしてご活躍されているということです。で、まずはじめにですね、ちょっと聞いてみたいんですが、はい、その翔子先生のズンバとか、うん、まあ、その今やってるような筋トレとか、はい、まあ、いろいろその出会いっていうところ気になるんですけど、そういう筋トレとかって一番初めていつからされてました。まずその中学時代 100m ハードルされてたじゃないですか、はい、その時っていわゆる、まあ、陸上界では筋トレのこと補強って言うんですけど、はい、補強ってされてましたか。補強はしてました。部活内で。部活内で家帰って自主トレとかで補強はしてないです。その時はどんな補強されてたんですか、中学校の時っていうのは。本当に腹筋、ノーマルの腹筋、はい、で、背筋だけ。メディシングボール投げ。あ、メディシングボール投げ定番の。あ、メディシングボールってバスケットボールぐらいの大きさで、そうそう、なんか2キロとか3キロとかあるかぼちゃみたいなやつ。そうそう、結構重いボールがあるんですよ、はい、それを別にこうやって投げるわけじゃなくて、こう両手で持ってね、こうやって前に投げたり後ろに投げたり。そう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 、そうです、そうです、ね、懐かしいやった。あと何がありました。あとはなんかシャフトを担いで、うん、ランとかですね。あ、へえ、そんなのあったんですか。はいはい、ありました。他何かありましたか。他はいや、もう特にそれだけでも、腹筋、背筋、メディシンボール投げ、シャフトだけ、はい、あ、結構少ないですね。めちゃくちゃ少ないです、補強は。当時、なんかそういう、まあ、言ったらその、ね、100m ハードルって、まあ、走るのとハードル飛ぶのだけやから、まあ、腹筋、背筋って、なんていうんですかね、まあ、関係あるんでしょうけど、なんていうかこう、直接は関係ないじゃないですか、はいはいはい、別に体力テストじゃないから、はい、陸上競技に腹筋っていう種目があるわけじゃない、あるわけではないじゃないですか。はい、せやのになんでそういうことするっていうのか、説明受けてました。全然何もです。全然何も。とりあえずやってみる。とりあえずこれやっといたら強くなるんかなみたいな。何の意味もなく、何の意味も、雨降ったらうわ最悪や、今日補強やみたいなんで、いやいややってた感じ。っていうところから、まあ、スタートしてというか、はい、筋トレとの出会いみたいな。まあ、自分
まあ、出会いといえば出会いですけど、はい、今とは全然感覚は違いますね。あ、まあそうですよね、はい、ただただやらされてたみたいな、はいはいはい、それがどう競技に生かされるかっていうのも分からずやってただけです。なるほど、まあ本当初めはそうなんですよみんな、うんうん、あの私も中学校の時から、まあ、当然腕立て腹筋背筋みたいなのは漫画とかで見て知ってたんですけどあ、そんなレベル、野球系のスポコン漫画とか見たら、うん、大体なんかね、あのメジャーっていう漫画が当時流行ってたんですけど、うん、メジャーとか見たらアホみたいに腹筋背筋やってるんです、腕立て、あと空気椅子とかしんどそう、そんなんあったの。そうそうそう、そういう漫画でやってて、うん、まあ、その辺から知ってるのは知ってましたけど、でも中学校入って陸上部入って、うん、まあ、本当に私の中学校も、まあ、全国大会出るような選手が出るようなあの部活だったんで、うん、まあ、そういう腕立て腹筋背筋とかこうやってたんですけど、まあ、当時はなんでっていう説明は別に特になかったですよね、うん、ないですね。中学校の時は、うん、とにかくやっとけみたいな感じでしたね。で、まあそれやったらもう先にあの本題というか、うん、その核心の部分にもう入っていってしまおうかなと思うんですけど、うん、まあそもそもなんでじゃあその長距離ランナー、まあ、短距離ランナーどっちもですよね、まあ私は全国大会には出られなかったんですけど、まあ、小谷さんは中学校とすでに全国大会に出られてると。で全国大会出るようなチームで補強やってないチームってほぼないっていうか、もうないって言ってもいいぐらいですよね。ないですね。多分ないですよね。多分ないです。そうですね。だそ、うん、今とか特にないですね。あ、今特にないでしょうね、うん、昔やったらね、それこそ、うんうん、とにかく走らせるだけの学校とかもあったかもしれないですけ ど今は多分ありえないですよね。そうですね、今はね、うんうん、じゃあそのなんでそういった陸上選手が、まあ、そういう基本的な腹筋とか背筋とか、するのかっていうことなんですが、まあ、長距離ランナーの場合は特にそうなんですけど、その長く速く走り続けるっていうことになったら、まあ、いかに上半身と下半身の力をこう連動させるかっていうところが、まあ、重要になってきます。だからその上半身と下半身連動させるってなった時に、まあ、一番わかりやすいのは右手と左足、左手と右足の動きっていうのはもう必ず連動していて、まあ、例えば右の骨盤が前に出たら左の肩甲骨っていうのは後ろに引かれる。で左の骨盤が前に出たら、右の肩甲骨は、あ、すいません、右の骨盤が前に出たら右の肩甲骨は後ろに引く。そして左の骨盤が前に出たら左の肩甲骨は後ろに引く。でそうやって体でバランスをとって上半身下半身連動させて、まあ、走ると。でその時にやっぱり軸となるのはこの幹の部分なんですね。体幹って体の幹っていうふうに書くんですけど、まあ、この両肩と両骨盤を結ぶこのラインの部分っていうのが、まあ、幹となって軸となって上半身と下半身のこのひねりの動きっていうのを前方への推進力に変えていくと。でその時にやっぱり腹筋背筋が弱いとうまく上半身下半身の力が伝わらないんですね。それと同時に長距離っていうのはやっぱり走る歩数が非常に多いので、そうやってまあ例えばですけど、まあ、私のストライドが、まあ、レースの時は170センチから180ぐらいになるんですけど、まあ、ジョギングからレースペースの練習まで全部平均したら多分練習の時で160センチぐらいなんですね、ストライドが。でそうすると例えばまあ計算しやすいように週に100キロ走るとします。そしたら週にストライド160の人が週に100キロ走るっていうことになると、それだけで歩数が10万歩になるはずなんですね。まあ、今ちょっとパッと計算したんで間違えてたらごめんなさいなんですけど10万歩になるはずです。そうすると10万回走るんで、その10万回の積み重ねでやっぱり体幹が弱くてその軸がぶれてしまってる人と、やっぱり体幹が強くてその軸が安定してる人っていうのを比べたら、その故障の可能性っていうのが全然違ってきます。だから1週間に10万歩ですから4週間で40万歩ですよね。でさらにそれを6ヶ月間つまり半年続けるってなると、まあ、240万歩と、それ、まあ、気の遠くなるようなあの歩数を走ってるわけですよ。だからそうすると体幹が強い人弱い人の間では完全に故障する人故障しにくい人っていうのの、まあ、差が出てしまうというところなんですよ。まあ、ところがですね、じゃあそうやって体幹を鍛えるのはいいっていうことなんですが、高校時代補強何してました？高校は結構
シャフト。シャフト。でも一緒ですね。腹筋、背筋、シャフト、メディシン。メディシン。はい。だけ、ほんまにその中学校の延長みたいな。でも腹筋、背筋だけで何種目ぐらいありました？え、もうほんまに全然2種目とか。え、普通の腹筋、背筋だけ？本当にノーマル腹筋、背筋。腕立てもちょっとして。はい。あとバーピーとか。あ、バービーね。うん、そう。あと、メディシンでしょ？はい。で、あとはもう本格的にウエイトトレーニングでしたね、高校は。中学校はシャフト担いで走るみたいな感じだったけど、はい、高校はちゃんとウエイトの先生がいて、はい、結構やってました。スナッチとか。あ、そうなんですか。はい、はい、立花ね。立花ね、はい、立花高校、はい、え、で、金谷体育大学行ったら、もう本格的、もうそれこそ本当にやり、やりで行ったんで、やり投げで行ったんで、やり投げで神谷体育大学入ったんですね。もうほとんどウェイトトレーニングなんか巻いて、あの結構手首に巻いて、ちゃんとマジ本格的に、え、これ陸上部やんなみたいな、はいはい、あれウェイトリフティング部とかちゃうやんなみたいなぐらいやってました、はい、なんかスナッチ、ジャークとか、はい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 、結構ガチで、ガチでやってました。はい、で、そうなんですよ。で、うん、あの、私のは、まあ、立花少ないって聞いてちょっと意外だったんですけど、うん、まあ、でも7種やるからもっといろんなことやんなきゃいけないでしょ。それこそラダーとかも見てたら、あ、全然、え、全然申し訳ないけど、専門の専門専門でめっちゃやらなあかんとかじゃなくて、はい、苦手なやつをずっとやるみたいな。あ、そうなんですか、うん、それで7種で全国大会やったんですか、はい、うん、すごいですねいや、わかんないですけど、でもほんまに時代やと思うんですけど、はい、全然今とか高校生で入学したら、はい、オリンピック行けんちゃうかと思うじゃあ本当に、はい、なんか全然練習の質っていうのは、はい、もう質より量みたいなところの時代やし、全然です。でも補強とかはあったけど、そんな本格的ではない。え、小谷さん、ちなみに何年生まれですか？え、またそれですか57年生まれです。1957年生まれ。1982年です。昭和57年生まれです。1957年ってもうやばないですか？結構ちょっと結構いってるなと思ったんですけど、昭和57年です。昭和57年です。なるほど、なるほど。だから全然今みたいな感じではなく、多分先生たちも取り入れていこうかぐらいちゃいますか。へぇ、ウェイトやっとこかみたいな。あ、そうなんですか。だから全然ここでもちゃいますしね。だから池上さんの時代とかの方がもっとすごかったと思う、はい、いや、なんかものすごい印象逆なんですけど。え、嘘、なんで補強めっちゃやってたイメージですか。いや、なんか昔の方が基礎体力作りって、なんかね、うさぎ跳びとかよくわかんない練習あったじゃないですか。そういうのがなんかやってたイメージあるんですけど、うん、なんかそれで言うと、あの、私は洛南高校っていうところを出たんですけど、うんうん、まあ、洛南高校陸上競技部って、まあ、あの、ちょっとご存じない方もいらっしゃるかもしれないですけど、今陸上界では本当にもう日本一の、高校の中ではもう日本一の陸上競技のチームで、もう 100m から 5000m まで、4×100m リレーから、うん、あの、駅伝までもう高校記録作って、で、まあ、それこそ8種競技みたいなね、種目でも何人でもインターハイチャンピオン出て、高校記録保持者も出てみたいな格好なんで、本当に日本一の陸上競技部なんですけど、まあ、私がいた時の長距離ってそんなに強くなかったんですよ。まあ、毎年全国高校駅伝には出てたんですけど、まあ、入賞もできなくて、まあ、毎年10番台みたいな、そういう学校だったんですけど、いや、もう補強の量すごかったですよ。あ、そうなん。腹筋、背筋、なんか腕立てももう何種類もあるんですよ。もう何パターンもバリエーションがあって。え、例えば、え、本当ですかそれ。本当です。え、まずなんかね、まずそのバリエーションがこう1個あって、例えば柏原補強っていう柏原高校から教えてもらった補強があって、 あと内田さんっていう、なんか二校上に内田和樹さんって言ったんですけど、はい、その内田さんが作った内田さん補強っていうのがあったりとか、うん、もうこれもう伝説ですけど、この前の東京オリンピックで50キロ競歩の日本代表になった丸尾聡さんっていらっしゃるんですよ、はいはいはい、でその丸尾さんが作った30分ぐらい延々と続く丸尾さんサーキットとかそうなんです。で、まだ僕の代に吉田力っていうのがいたんですけど、でまだ吉田が考えた補強が2つあって、うん、吉田補強1と吉田補強2があって、あ、パターンがへえ、そうなん
でしかもそれに鉄棒メディシン、まあ2まあ、鉄棒懸垂逆上がり10回なんですよ。でメディシンボール投げがあって でこれが基本のパターンです。でそれがさらに夏休みとか冬休みの合宿になると、まあ、さらにそこにこうシャフトが入ったりとか、うん、でメディシンボール投げもバリエーションが増えるんですよ。だから前投げ後ろ投げだけじゃなくて横とかでしょ。わかるわ。横はありません。なんかそう真上に投げてボールが空中に浮いてる間ずっとその場でジャンプするんですよ。で落ちてきたらまたそれを拾って投げて、でまたボールが空中にある間その場ジャンプみたいな。もう鬼や鬼鬼ですね。 あと手押し車って言ってその2人1組になって両足持ってそれでこうやって手で歩いていくんですよ。でだからそれ初めは30メートル5本とかやったのが、なんかどんどんなんか60メートル3本とか60メートル5本とかどんどん増えていくんですよね。ジャンプとかありますか？だから縄跳び、あ、手押しグルーパーのジャンプはないですよ。ないの？ないの？ないけど、その縄跳びも入ってきたりとか、まあ、さっき言ったシャフトもそうですよね。うん、なんかシャフトをなんかこの鉄の棒もなんかこんなジャンプしながらこうやる。あったありましたね。そうとか、がなんかそういうのが、でそれにさらにラダーがあって、ハードルドリルがあって、あとチューブ補強っていう。ありましたね。2人1組になって足首にチューブ巻いて、その後ろの子がこうチューブちょっと引っ張って、うん、でその状態でスキップするとか。なんかそういう、そんなにあったんですね。そうだからめちゃめちゃ補強があって、だからでさらにそうウェイトが導入された時期もあったんですよ、うんうんうん、スクワットとかベンチプレスとか、うん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 、あとそれこそこう何でしたっけ、こう名前忘れましたけど、デッドリフトとか、デッドリフトとか、デッドリフトとかが入ってきたりとか、だから僕の印象はすごい逆で、うん、洛南高校ちょっとその頃はね、長距離はちょ古かったんですよ、すべてが、うん、上下関係もなんかすごいきつかったし、なんか池上さんの時、めっちゃきつかったですよ。で、何年生まれですか？1993年生まれです。うん、あ、そう。はい、多分ジャージとか T シャツとか もうその頃もね、大牟田とか佐久長聖みたいな強豪校はもうドライフィットのやつ着てたのに、うん、もう僕らはもう絶対乳首ずれするようなあのゴワゴワの T シャツ、雨降ったら水吸ってめっちゃ重くなるようなやつとかの T シャツとかジャージとかでもうやってて、だからもう僕の印象はもう完全逆で、うん、僕らはそういうちょっと古めの、はい、もうひたすらなんかわけもわからんままにひたすらそのいろんなものをそう取り入れてやって、で、まあ、その中から大学実業団って進んでいく中で自分に合ったものを見つけていくっていう印象だったんですよ。ああ、そうなんですね。でも今の子はも、まあ、初めからもうちょっと的確な答えが与えられてるみたいな。そうですね、恵まれているですね、はい、で、僕はそういう経験を持ってたので小谷さんのトレーニングの中に同じものを見たんですよね。あ、そうなんです。だからその補強ってもうやりだしたらキリがないんですよ、うん、で補強ってやりだしたらキリがない中で、まあ、小谷さんの場合は、まあ、インストラクターとしてご活躍される中で、まあ、これをやれば、まあ、いいっていうなんかそのある程度、まあ、なんていうんですかね、まあ、絶対的な答えっていうのはないんでしょうけど、まあ、ある程度適切な答え、うん、テンプレートみたいなの持っておられたので、まあ、それを週2回15分から20分ぐらいの尺でできるように、まあ、あの DVD まとめて作らせてもらったんですけど、まあ、そこから言うとですね、うん、ちょっと今回聞いてみたいのは、はい、そういうトレーニング、まあ、ヒートトレーニング、スロートレーニングってされてるじゃないですか、はいはい、どっちから聞こうかな。答えられますか？ドッキいつからやりだしたんですか、ヒートトレーニング、スロートレーニングっていうのは。あ、私ですか、はい、コロナに、はい、コロナがちょっと流行ったじゃないですか、コロナっていうのが現れて、はい、で、スポーツクラブが、はい、なんか東京かどっかでクラスターとかが出て、はい、もう結構なんか休館になるかもしれへんなみたいななってて、はい、で、結局結果的に休館になったんですよ、はい、で、インストラクターなので、はい、
休暇になってたら仕事がないので、はい、その間何もしひんかったらね、もう体もどんどん衰えていくだろうなと思って、はい、その自粛期間中に、自分の体を鍛えるために、はい、ヒートとスロートレーニングをやりだしたって感じです、はい、でやりだして、はい、で結果どうなったんですか？あ、やりだしてで、ジムがもうコロナもちょっと落ち着いて、はい、ジム再開するってスポーツクラブが再開するよって職場がね、はい、再開するよってなった時に、はい、まあ、普通にレッスンとか入った時に、はい、えみたいな先生めっちゃ体しまってねやみたいななって、はい、それでそのレッスンしてほしいっていうので、はい、会社からちょっとレッスン人は持ってくれへんかみたいなんでやりだしたって感じですね、はい、へでレッスン今となればもうなんかヒートの証拠みたいなの言われてますけどヒートの証拠とか言われてますけどそう結構発言ですけどそうですか。で結構自分でやっていたから、はい、しんどさとか分かるけど、はいはい、どこで追い込まなあかんとかも分かるから、はい、めっちゃ人に対してもスパルタにしてしまうんですよ。へえ、なんかスパルタ先生みたいなのになっちゃった。スパルタ証拠先生そう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 、むっちゃきついって言われて。へえ、そうです。でそれでもともと自分で、まあ、体絞ろうと思ったのは分かるんですけど、うん、その時なんでわざわざそのヒートとスロートレっていうのを選んだんですか？だってそれまではやってなかったわけでしょ。そうですね。なんでその時それやろうと思ったんですか？もともとズンバっていうクラスで、はい、もう本当にトレーニングとかも何もしてない時から、はい、ズンバっていうクラスで、まあ、一番人気クラスっていうのをちょっと目指してやってたら、はい、ずっと人気クラスでずっと来れたんですよ、はいはい、でもなんかその閉鎖しスポーツクラブが閉まって、はい、でなんかちょっと自分の体についてちょっと見直してみた時に、はい、なんかむちゃくちゃなんかダサみたいな、はいはい、全然インストラクターっぽくないなみたいな、はい、でこれ何でしたっけ質問え待って喋りすぎて忘れちゃったこれ何の質問？なんでそのヒートを選んだか、ヒートとスロトラをダサダサになって思って結構 YouTube とかいろいろ出てるでしょ今、はいはい、でなんか結構見たらその筋トレ女子とかがめっちゃ流行ってたんですよ、はい、でなんかこの人とかでも筋トレ女子みたいな名乗れんねやったらできるなみたいなから結構基本負けず嫌いなんか知らんけど、はい、やるわみたいな、そっから、はい、まあ、スイッチ入って、はい、ヒートっていうのをちょっと勉強したみたいな感じ。へえ、ちょっともう一回話を整理すると、もともとそのズンバのインストラクターをされてたんですよね。そうです、そうです。ズンバっていうのは何なんですか？ズンバは本当に何コロンビアで生まれたんですけど、もともとエアロビクスとかをしたはる、はい、ベトさんっていう師匠がいるんですけどね、はい、そのベトさん何人ですか？コロンビアしかしそうなんですか、はい、なんかベトナム系の名前全然全然です。で、なんかその何エアロビクスのクラスの時に自分がなんかこう音楽の CD を全て忘れてきはったんですよ、仕事に来るのに、はいはいはい、でうわ閉まったみたいな感じで、今日レッスンできないじゃんみたいな感じにならはって、はい、でもこれではダメだからって言って、なんかこうみんなが車とかに積んでる CD とかを提供しだして、はい、これでやろうこれでやろうみたいな言った時に、はい、ちょっとパーティー感覚どんちゃん騒ぎじゃないけど体を動かそうみたいな、楽しく体を動かそうみたいなので、はい、ダンスをしながらみんなで体を動かさはったのが、はい、きっかけでズンバってできたんですけど、結構世界中の音楽を使って、はい、エクササイズ、ダンスエクササイズっていう感じなんですけど、へ結構本格的ダンスみたいな感じなんで、はいはいはい、なのでダンスが好きな人とか運動嫌いやけど、はい、ダンス好きやしズンバやったら頑張れるわみたいな人たちが集まる、はいはいはい、でもその人たちって体鍛えたいのが目的じゃないから、はい、なんかこうそこに視点を置かないっていうんですか、はい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 、
体を絞りたいとかじゃなくて、はい、楽しく運動したいみたいな人が集まるから、はいはい、またちょっと全然違うジャンルでやったんですけど、自分がこれをやって変わったって思ったら、はい、言ったらあのズンバのお客さんとかも、はい、え、私もそんなんなりたいみたいなんで、はい、こう来てくれたりはしますけど、でもその料理に例えるならズンバの方は栄養よりも美味しさ重視みたいな。あ、そうで、ヒートスロトレはそんな美味しくないけどもう栄養重視みたいな。めっちゃ上手。そういうことですか。あ、お目に預かりました。で、ズンバインストラクターとして、はい、まあ、人気レッスンをずっと運営されてきて、はい、で、イリアスが閉まります、はい、で、その時にだからもう一回話戻すとダサってなったわけです。ダサい、自分ダサい。で、自分で何かしようと。そうです。なんて YouTube を生み出したと。うん、YouTube 見出したのは途中ですけど、後から、はいはい、とりあえず自分でできることをしたんですよ、はい、それこそ10キロランとか、はいはい、あの娘がいるんですけど、はい、一緒にちょっと走ろうみたいな、自粛中、はい、部活もなくなったし娘の、はい、だから一緒に走ろうかみたいな、はい、私も体鍛えへんかったら戻れへんかったらあかんしみたいな、空いた時にね、はい、ジムが、はい、一緒に走ろうみたいなのから初めて、はい、そうです。え、娘さん10キロも走るんですか。あ、で、結局10キロ走ろうって言っていいよ出るんですけど、はい、もう全然5キロでも限界で、はい、5キロ歩くみたいな。どっちも2人ともです。あ、はい、もうどっちかがなんかきっかけで歩こうかってなるんですけど、はい、はい、なんかとりあえず動いとかないと、はい、みたいなイメージで自粛中は過ごしてって。へえ、うん、あ、それで、はい、あのズンバのお客さんが、はい、あのズンバないから体がもうなまってきててやばいみたいな連絡が来て、はい、先生リモートでいいし何かしてって言わはったんですよ、はい、ズームとかでいいし、はいはい、でもなんかズンバってリモートってあんまりなんか結構盛り上がらないといけないクラスなのに、はいはい、なんかカメラの向こうで誰かが見てるのを、うん、イエーイとか言うのもなんか違うなと思って、はい、で、ヒートとかスロートレーニングとかやったらできるよって言ったのもきっかけの一つです。ってことはその時点でもヒートとかスロートレーはご存知だったってことですよね。そうです、そうです。それはなんでなんですか。それはなんでっていう、もう基本的体動かすのが好きやし、はい、あのお客さんとかにもそのいろんなこと聞かれたりとかするのもあるし、はい、あの一番脂肪ダイエットっていうのに視点を置いたら、はい、やっぱり一番ヒートが効果的やなって自分で体験して思ったんで、はい、そこからですね。あ、そうなんですね、はい、でご自身でいろいろやってみて、まあ、ヒートが一番その体を引き締めるのには一番効果的だったと。そうです。いうことで、はい、まあ、あのその期間に始めたっていう、ね、そうですね。でその期間に自分でもこうやってみて、はい、で復帰したら先生何その体みたいな。そうです、そうです。めっちゃ引き締まってるやんって。そうで、ヒートって脂肪燃焼効果とかもありますけど、はい、やっぱりその動きの中に体幹が絶対必要なんで、はい、じゃあもう一石二鳥みたいな。あ、なるほど。体幹も鍛えられるし、はい、引き締まるしみたいな。はいはいはい。で女性に人気で出るなと思う。はいはい、なるほど、はい、それでヒートとスロトレっていうのを始めたという流れでございます、はい、でその中で、ヒートとスロトレってその、まあ、ランナーのための体幹補強 DVD では40秒間やって20秒休むっていうセットか、まあ、20秒間全力で動いて10秒休むっていうセットでこうやってるわけなんですけど、そのひたすら同じ腹筋ばっかり同じ背筋ばっかりっていうんじゃなくて、やっぱり微妙にこう動きを変えながらいろんな種類の腹筋、いろんな種類の背筋、いろんな種類の腕鍛えるトレーニング、いろんな種類の、まあ、お尻周り鍛えるようなトレーニングとか、まあ、いろいろ入れてるじゃないですか、はいはい、そういう種目っていうのは、はい、どういうふうに選んでるんですか。まあ、一番は自分の経験ですけど、はい、もう私がやるんやったらまたちょっと別のメニューでやるんですけど、はいはい、お客さんがとりあえず飽きないようにと、はい、あと1個のところばっかり鍛えるのなんか結構苦手な人が多いので、はいはい、もう結構気分紛らわすためにとかで変えたりはしますけど、はい、それはもう週によって変えたりもします。今週のレッスンはここ、はい、次のレッスンはここみたいなので、はいはい、まあ、飽きないように
バランスよく鍛えられるようにメニューは組んでます。なるほど、はい。それで、そのイリアスのお客さんたちは、それでやってみて、ちゃんと成果出たんですか？はいはい、出てます。出てる人は出てます。出てる人は出てますか？出てる人は本当に出てます。最大13キロ痩せたはる。めっちゃ痩せてるじゃないですか。女の人いはるし、はい、あと、1回も腹筋できなかった人とかが、もう今では、はい、今日40秒のヒート、20秒のヒートとかのレベルまで来てます。最初1回も腹筋上がってこれなかった人が、はい、もう今ではそのこなせるかっていう、あの量こなせるかっていうレベルまで来てます。でも全然できない人もいます。それは何でなんですか？もうね、ちょっと皆さんこっから重要なんでちょっとよく聞いてください。成果出る人出ない人の差はどこにあるんですか？そうですね、おそらく、はい、そんなに変わりたいと思ってない。厳しいよ、厳しい。本当になんか、はい、絶対このクラスに出てたら絶対誰もが 100% で成果が出るわけじゃなくて、はい、やっぱり追い込まないといけないし、はい、変わりたいっていう思いもないといけないし、はい、ちょっとしたところで意識の問題ですね、はいはい、あこれしとこうかなとか、家で、まあ、私がいないところで家でやったりとかもしてはる方も、はい、まあもう効果出てますし、はい、成果ありますし、はい、であとはもう出てたら痩せるんでしょみたいな感じで、出てたら筋肉つくんでしょみたいな感じで来てくれてる人とかは、はい、まあ、ちょっと今日レッスン休んで飲みに行こうかなとか言ってる人とか、はい、まあ、なんかそこまで意識が低い、レベルが低いっていう感じですね、うんうんうん、なるほど、まあ、とりあえず筋トレ補強とかしといたらいいなっていう人は、はい、まあまあいまいちあんまり効果は出てないかな。まあそうですね、いやこれ本当そうだと思うんですけど、まあ、ヒートスロトレっていうのは、まあ、効果的なトレーニングなんだとは思います。これは私自身もやってみて、まあ、実際に効果があるなというふうには感じてるんですが、まあ所詮道具ですからね。それは自分がこうなりたいっていうのがあった時に、そこにまあ到達するための道具でしかないので、じゃあそこに到達したいっていう、まあ、気持ちというか、まあ、そのエネルギー自体は、まあ、自分で持ってないと、そうですね、まあ、それはどうしようもないですよね。そこが基本ですよね。でも家でできないから、はい、誰かと一緒にやったらできるからっていう人が来てくれて、うんうん、一緒に頑張るっていうのがまあベストですね、私の仕事からしたら、うんうん、なるほど、そうですね、一人では絶対ここまでできひんけど、うんうん、私と一緒に受けるみんながいるから頑張れるっていうのもある一個要素ですね。まあ、それはあるかもしれないですね、うんうん、なんか結局自分がこうなりたいって思ってる自分がいて、それも本当の自分なんだけど、でもなんかもうきついしもう無理みたいな自分もいて、うんうん、まあ結局2人の自分がこう戦うので、そうです、その時にこっちの自分がまあ勝ちやすい環境を作ってあげるっていうのは一つかもしれないですね、うん、なので、自粛が明けて、はい、ジムが再開してレッスンが始まった時に、はい、もう私の体を見て本気でそうなりたいって思った人は今でもずっと来てくれてあります。あ、なるほど、はい、だから本当にそうなりたいとかこうなりたいとかの思いが強い人は成功するみたいな。なるほど、はい、いやそれはそうかもしれないですね。まあ、とは単純な話ですけど、まあ、自分のことを褒めてあげるっていうのも重要だったりするんですかね、うん、今日も自分これだけやったでみたいな。あ、そうです、多分そのやった本人が一番わかると思うんですけど、はい、絶対やった後って頑張ったなみたいな、こう達成感っていうんですか、うんうん、もう今日めっちゃ頑張ったわみたいなのって、はい、ちょっと必要じゃないです、人生に。まあ必要ですね。なんか一日何してたんやろうっていう風に終わる一日と、はい、なんかもう今日はもうやりきったわっていうのとって、やっぱり気持ちが違うじゃないですか。全然違いますね。だからなんか、ぜひみんなにもそういう風に思ってもらいたいなって思います。頑張ったなみたいな。いや、もう本当ね、自分はそうだと思いますね。もう嘘でもいいから、まあ嘘って本当に嘘は困るんですけど、
まあそうですね、例えばその結局何事もそうなんですけど、突き詰めたらキリがないじゃないですか。そうですね。じゃあその筋トレするって言ったって、じゃあそのプロのアスリートと同じレベルでやれるのかって言ったら、それはね、なかなかやれないじゃないですか、うんうんうん、とかまあね、自衛隊とか消防隊の人みたいに体鍛える時間があるのかって言われたら、うん、まあ、それは仕事によるじゃないですか。だからそれは無理かもしれないけど、1日20分でもいいから集中してやったと、うん、自分のなりたい体がこうあった時にそれに向かって今日は一つでも努力したっていうのをなんかこう寝る前に覚えたら、だから次からのモチベーションにもつながっていきますよね。そうですね、そうです。なんかプラスとかも出てきますもんね。こんだけできたから次ちょっとこっちもやってみようかなみたいな、自分の意識もだんだん上がってくるし、そうですね、成果が出たら自分の思う気持ちもちょっと上がるし、うん、次から次にプラスですよね、うんうん、そしたら次これ食べたらなんか今までやってきたやつなくなるのちゃうかなと思って、次食事に目線置いてみたり視点置いてみたりとか、うんうん、ね、うんうん、目線って言っちゃった。そうそう、食事意識したり、はい、その意識する項目が増えて、うんうん、全てプラスになると思うんですけどね、うん、そうですよ ね、 そうですね、できないことができるようになっていくと、ね、次これもできるようになりたいなっていう、そう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 、あれもやってみようかなって、こうどんどんいい意味で欲が出てきます、ね、あ、そうです、そうです、欲が出てきます、うん、やし全然前までそんな気にしてなかったのにって思う人が、うん、もうものすごいなんかカロリー気にしてたり、うんうん、自分基礎代謝こんだけなんですけどこれってどう思いますとかいう質問されたり、うんうんうん、結構そういうのを見てきたので、うん、すごいなって思います。そのこのヒートとかスロトレで人って変えられるんやなっていうのは思いましたね、うん、人って変わっていきますか。変わっていきます。でも確かにその体が引き締まってきて、なんかこう外見から自分に自信が持てるようになってくると、うんうんうん、まあ振る舞いとか、ね、話し方とかも変わっていく人って多いですよね。うん、多いです、うん、いやまあそれは私もめちゃくちゃ思いますね。まあ仕事がこういう仕事だからっていうのもあるんですけど、やっぱり引き締まった体は維持しとかないと、こうやって人前で喋れませんからね、もう恥ずかしくて。そうですよね、うん、もうお前が言うなって話になっちゃうんで。それはでも別の仕事しててもそうかなとはやっぱり思ったりしますよね。多分接客とか営業の仕事とかしてても、うん、やっぱりかっこいい自分、綺麗な自分の方が、うん、まあ、自信を持って、はい、喋れるんじゃないかなっていうのは思ったりもしますよね、うん、そうですね、はい。まあ、ちなみにその自分がどんどん変わっていくっていう話で言うと、私もその翔子先生のパーソナル受けたことあるんですけど、皆さんこれちょっと話聞いてるだけじゃなくてご自身でやってみてください。あのプランクって言って、あのちょっと、まあ、プランク分かんない人は Google 先生に聞いたら一発で言うんで大丈夫です。こうやって、両足とその肘の部分でこう体を支えてこの状態で静止するっていう、あのプランクっていう種目があるんですよ。でこれを、まあ、私もやってみてですね、まあプランク自体は前からやってたんで、まあ別にこうなんていうんですか、まあ、できないことはないだろうっていうふうに思ってましたし、まあ、実際その3分やれって言われて、まあ、ちゃんと3分耐えたんですけど、ただ聞いてびっくりしたのが、翔子先生のその生徒っていうのは5分やるっていうんですよね、はい、じゃあ5分ってプロのアスリートでもなかなかできないですよ。でも話聞いたら別にそのプロの選手とかじゃなくて普通の一般の方ですよね、うん、そうです。まあ、本当におばちゃんとかもやります。おばちゃんおばちゃんっていう一般で世間一般で言うおばちゃんって言われてる人たちもあえて5分もやります。大阪のおばちゃんだけじゃないですか。なんかイメージ、勝手なイメージ、大阪のおばちゃんってなんか平均のおばちゃんよりも強い感じです。強そう。違います。5分やるんですか。やりますね。でもそれは初めはだから、ね、30秒とか1分もできない人たちですよね。あ、そうですよ。もう基本的に自分がそうやったんで、自分が、はい、あの一番最初にプランクやった時、はい、もう30秒で、はい、もう無理、やめるって言ったらやめた、はいはい、でも30秒ってちょっとダサすぎひんかと思って、はい、そっからもう毎日やり続けて、はい、もうじゃあ今じゃもう5分とかやってももう効かないですね。もう5分とかなので、いろいろなオプションつけていったり、はいはいはい、そのどうやったら負荷がかかるかとか、はいはい、自重だけでね、はい、そういうのをちょっといろいろ研究しもってやってるって感じ。3分ですか。
三分ですね。もう三分でもだいぶプルプルしてましたからね。まあ、もうなんか、はい、トイレ我慢してる人みたいな。漏れる漏れるみたいな感じでもプルプルしてたんで。まあでもその三分でも、はい、その五分でも、はい、質ですよ絶対プランクは。何ですか質って。あのね、5分やったらいいみたいな感覚でやはる人とかいるんですけど、はい、もうちょっと困難とかしはるんですよ、ちょっとあの体勢回復に、はい、その時点でもうちょっとブレてるんですよ、はい、体幹って、はい、そのもう1ミリットも動かんといてって言ってやりますもんね。あ、なるほど。そうそう、だから3分でもかなりちゃんとした3分やったら、はい、もう5分の価値もあるし、はいはい、それはね、いろいろ見たらわかりますけど。あ、見たらわかりますか。鬼が見たら鬼が見たら一発でサボってるのかもしれない。サボってるっていうか逃げたなみたいな。ちょっとラップしてるやろみたいな。なるほどなるほど。そうそう、もうお尻とか絶対上がってきますしね。はい、水難とかもお尻って言っても絶対もう、はいはいはい、そうそう、僕も言われましたもんね、お尻。お尻すぐ上がる。お尻すぐ上がる。お尻すぐ上がる。もう基本的にしんどくなった人は必ず一番のお尻を上げます。へえ。そうです。なるほど、まあ、鬼の目からはなかなか見えないんですけど。鬼の目ということですね。鬼ですが。まあでも確かにあのプランクって、まあこれね、チームによると思うんですけど、あの締めっていうチームあるんですよ。締めプランクのことを締め1分とか締め2分とかいうチームあるんですけど、まあ、そうやってはですよね。だからそう動かんようにちゃんと締めとけっていうことですよね。そうですね。知らないで勝手にそう思ってるんですけど。でもね、箱根駅伝の、はい、あの先週スタート前にプランクやってはりましたね。ああ、なんか多分体幹しっかり覚えさすのにやるんちゃいますか。はいはい、そうですね、ちょっとそれも後から言おうと思ってたんですけど。ごめんごめん。違うんですよ。これ今の話も出たんでついでに喋っちゃうんですけど、今回私がその翔子先生に仕事をお願いした理由の一つっていうのは、実はその補強っていうのはただ筋肉を鍛えるだけではダメなんですよ。で同時に綺麗にブレない走りを作ろうと思ったら、そのいろんな運動神経、新しい神経回路っていうのをこう作っていくことが重要なんですね。で人間ってまあこれいい面悪い面両方あるんですけど、まあそのいい面としては、人間として生まれた以上はその細かいことを教えられなくても立てるし座れるし歩けるし走れるんですよ。だからその何ですか、走るの下手、まあ綺麗とか汚いフォームっていうのはあるかもしれないですよ。あ、だから理にかなったフォームと理にかなってない走り方っていうのはあるかもしれないですよ。でも人間で歩けない人、走れない人っていうのはいないじゃないですか。うん、あ、その 5体満足であればね。はい、あ、まあまあ何らかの事情で、例えばまあね、足なくなったとかそういう人はいますけど、普通にその5体満足の人であれば、歩けない人、走れない人っていうのはいないじゃないですか。だからこれ野球とかとの違いなんですよ。例えば私なんかも運動神経悪いですから、リフティングとかできないんですよ。もういいです。もう 1,2 の2回目いかないですからね。もう1回目蹴って終わるみたいな感じなんです。走るだけですか。いや走るだけですね。そうです、そうです。いや、ほんまにほんまに。そうなんですよ。だからリフティングとかは、まあね、下手な人はできないわけですよ。でも歩けない人、走れない人っていうのはいないじゃないですか。あ、そうです。だからそのぐらい人間っていうのは、もうその歩く走るっていうのはちゃんと本能的にできるようにこう体ってできてるんで、普通に誰から教えられなくてもちゃんと歩けるんですよ。でこうやって喋ってでもちゃんと私のその中枢神経っていうのは、まあそのね、重力とか体重のかかり方っていうのを計算してちゃんと椅子の上に座っているように、こう無意識のうちにやってくれてるわけですよ。だからこれね、ロボットとかだからできないですからね。でも人間っていうのはちゃんとそれが無意識のうちにできると。でこれそれはそれでいいことなんですけど、悪い方としてはそうすると何も考えなくても走れてしまうので、一個一個の筋肉の動きって実は学習してないんですよ。走ってる時もいろんな筋肉をこう連動させて、でその中でやっぱり少しでも理にかなった走っていうのをこう追求していきたいわけじゃないですか。だけどその時に人間ってもう生まれつき走れ、まあ、生まれつきではないですね、もう3歳ぐらいから走れてしまうので、一つ一つの筋肉の動きとか体の使い方っていうのを学習しないままに走れちゃってるんですね。でその走るっていうことを追求していくっていうことになると、やっぱりその一個一個の筋肉の動かし方っていうのを学習するところから始めないといけないんですよ。うん、でそのためにはただ単に体を鍛えるだけではなくて、いろんな動きの中でそのまあ筋肉に刺激を入れるっていう、まあ、表現する指導者の方もいたりするんですけど、補強でちゃんとその一つ一つの筋肉の動きっていうのを脳みそに覚えさせるんですよ。うん、
で、翔子先生はさっきどうやって種目を選んでるんですかって聞いたら、まあ、飽きさせないようにいろんな種目を入れてると、はい、いうことでしたよね、はい、だけど実はそれはランナーにとっても理にかなっていて、いろんな動きっていうのをすることで走るのに必要なその筋肉の使い方っていうのを一つ一つ覚えていくんですよ、うん、走るっていうのは全身の筋肉を同時に使うじゃないですか。だけどそのランナーのための体幹補強 DVD で、紹介している種目っていうのは、まあ、例えば V 字腹筋とかで使う筋肉って一つではないですけど、限られた筋肉群を使うじゃないですか、うん、はい、そうですね。だその限られた筋肉群にこう集中することでその筋肉の使い方っていうのをこう覚えていくんですよね、うん、だからそれが、まあ、なぜか知らないですけどそのインストラクターとして、選んだ種目がなんか偶然ランナーにもそのまま使えるような内容になっていたと思う、うん、いうことで、なぜか知らないですけどまあでもそうなんじゃないですか。なんかその一つ理にかなってるっていうことは他の分野でも使えるっていうのが多いんじゃないですか。そうですね。だから飽きさせないっていうことで言ったらヒートとスロートレにも音楽使われてますよね。そうですそうです、それも言いたかったんですけどそうです、私はそれが一番大事かなって。実はもうだって面白くなかったでしょ、高校とかのトレーニング補強。いや正直嫌でしたね。嫌でしかないでしょ。そうですよ、手押し車なんて手めっちゃ痛いですからね冬は特に、うん、なので鉄棒も冷たいし。そうでしょ、はい、だから補強とかいうイメージがもう日光レオが静かな中で1、2そんな面白いことはないと思う。いやもう楽団は逆にやかましかったんですけど、ね、もう1年生が全力で掛け声をしないともう後から説教っていう全力で掛け声しちゃったけど、やってたんですか。やってましたよ。今やったら多分苦情来るぐらいの声量でやってたんで、やめときましょう。多分イヤホンで聞いてる人だったらわってなりますよ。あかん、グラムの声量でやってましたからね。ダメですね。そうですね、だから音楽で飽きさせないっていうのも大事だし、はい、やっぱりトレーニングって乗っていかへんとやりきれないとこってあるじゃないですか。ありますね、はい、それそうです、はい、ランナーさんとかもそうですけど、はい、私走るの絶対音楽いるんですよ。そうなんですか、うん、はい、一人で走るときは、はいはい、めっちゃ好きな音楽とか聴きながらの方がむちゃくちゃ調子よく走ります。へ、だからあれフルマラソンとか走るときって音楽聴いていいんですか。あのね、あ、そうか、エリートランナーはダメなんですよ。あ、そうか、そうか、あ、ダメなんですか。電子機器一応持ち込んじゃいけないんですよね。あ、そうなんだ。大会によるんですけど。市民ランナーさんはいいの。なんかよくつけてる人いますよ、いますよね。でも、あれでしょ、コスプレがいいんだからいいでしょ。あ、そうですね、こんなコスプレもいますよね。なんか大根とかね。アヒルとか。アヒルとか。白鳥か。知らないですけど。馬がいたり。ねえ、はい、なんか全身、あれね、危険ですね、でも。危険なんですか。怖いですね、窒息しそう。あれでちゃんとほんまにフル走らはるんですか。そうですよ、なんか、うん、貴族みたいな衣装の人がいますよ。そう動乱が目に入るらしいですけどね。ねえ、怖い、なんか顔真っ白にして、うん、そうそれがいいんだからいいでしょ、うん、いいの。いや、いいんじゃないですか、はい、それやったらなんかちょっとホッとしました。私、はい、絶対音楽聴いて走ってもいいよって言わはったらフルマラソン出たい人言わると思いますもん。いや、あのね、名前忘れましたけど、ウルトラの世界では、だからこれも大会によって違うと思うんですけど、ウルトラマラソンの世界は大変 OK なんですよ。で、昔ね、ヤングガンズっていうニックネームの、兄弟がいて、もう本名忘れちゃったんですけど、ヤングガンズっていう名前だったんですよ、あ、ニックネームはね。で、そのウルトラの兄弟なんかはもうロックミュージックを、あ、ウルトラってやっぱ長いじゃないですか、6時間とか7時間とか走るんで、その間ずっとロックミュージックをガンガン流し続けて走るみたいな、うん、それでもう結構世界のトップクラスにいた選手もいました。うん、私は音楽がすごい重要、はい、なのでトレーニング中は絶対に音楽に合わせてとか、リズムに合わせてとか、はいはい、でランナーさんも、はい、池上さんにも教えてもらったんですけど、ケニアの人とかってリズムダンスやってはるんですよ、はい、あれでちょっと体幹つくように、はい、ちょっとなんか今ちょっと勉強中なんです。初めて言ったけど新しい DVD ができるかもしれない。言っちゃう、初めて言ったけど池上さんにも別にいらないですよとか言われたら意味ないですけど、その音楽に合わせて
あの補強とかじゃなく、はい、リズム運動みたいなのをできたら、はいはい、絶対いいなと思ってる次第でございます。それは初耳でございます。ちょっと楽しみですね。いやでもあの実業団、日本の実業団で言ったら今やってるかどうかわかんないんですけど、コニカミノルタっていうチームが、あの少なくとも昔はですね、あのビートランニングっていう名前で、だいたい人がというか、まあトップランナーが長距離、まあ、5000メートルからフルマラソンの距離において走るときっていうのは1分間のピッチが180から200なんですね、うん、まあまあその稀に例外もありますけど、だいたい180から200なんですよ、ほぼ例外なく。私もこの180から200の間に当てはまります。で、そうすると音楽でも、まあ、ビートパーミニットって、まあ、BPM みたいなけど、その1分間に何回ビートを刻んでるか、うん、まあ、あの打楽器の音がよくよく聞いてたら入ってるんですけど、うん、その打楽器が1分間に何回音を叩いてるかっていう、まあ、そういう指標というか、まあ、数字があって、でそれが90から100の間の曲を見つけてこれば、180から200に合うんですよ。で要するに1分間に90回ドラム叩いてるんだったら、右足をその音に合わせれば1分間に180本になるじゃないですか。だからその動きの中で柔らかい動きができるようにっていうことで、その BPM が90から100の曲だけを選んで、その曲を使っていろんな動きっていうのをやるんですよ。まあ、スキップにいろんなバリエーションを加えていくんですけど、まあ、そうやって体にそのリズムを覚えさせていくっていうのを、まあ、コニカミノルタがやってたんですね。だからまあ、もしかしたらそれにちょっとバージョンアップしたものができるかもしれないと。バージョンアップさらに。まあでも今のヒートとかでも だいたい128から130の BPM でミュージック使ってるんですけど、うんうん、筋肉をそれに合わせて動かせられる、鍛える方ですね。だから、うん、鍛える方やから130とかまでいきますけど、うんうん、そうですね。なのでちょっと楽しく、ちょっと190から100とかでやったらやりやすいし、うんうんうん、体幹もつくし楽しいし、うん、走ってる時もそれ思い出して走れるしみたいなので、うんうん、多分プラスなことが結構あるなと思ったのは事実ですね、うんうんうん、これ結構あの生理学的にも確認されていることで、あのアップテンポで ある程度ノリのいい曲を聴くと、まず一つはそのストレスホルモンが分泌されやすくなるんですね、うん、でストレスホルモンって言葉だけ聞くとなんかね、あの悪く聞こえるかもしれないんですけど、ストレスホルモンっていうのは頑張るときに放出されるホルモンです。で要するに今から頑張るぞっていうことで、まあ、体がこう準備をするんですね。でそのアップテンポな曲を聴くとそのストレスホルモンが分泌されやすいので、だからまあスポーツ選手とかもウォーミングアップの前とかにアップテンポな曲を聴く選手も多いんですけど、それにはそういう、まあ、理にかなった理由っていうのがあるんですね。だからまあそういう曲を使ってやれば当然体は頑張るモードに自然と入っていくことができるっていうのが一つ目で、二つ目としては、まあ、これも研究結果で分かっているのはアップテンポである程度音量大きめに音楽流すと人間って苦痛を感じにくくなるんですよね。だから苦痛を感じにくくなるってことは、まあ、追い込みやすくなるということになります。だからまあアップテンポな曲を使うっていうことは、まあ、非常に理にかなっていることなんですね、うん、まあ、だけどまあカリスマインストラクターの方はそれを経験的にご存知だったということです、うん、ね、はい、そうですね、はい、音楽は大事です。だから本当に大事ですか、はい、まあ、いらない人もいますけどね、はい、うん、どうせやるなら楽しく、うんうん、リズムとかも分からなかったら自分の、ね、あの速さとか、うん、どうやってやったらこれの音楽に合わせて上がるぞ上がるぞみたいなのもできるし、そうですよね、はい、一緒にねやったら、それめっちゃわかりますね。わかります。あ、池上さんとかリズム感がリズム感があんまりないような気がちょっとパーソナルついてて思ったりとかするんですけど、はい、リズム感ないなこの人みたいなのは思ったことがすいませんあるけど、そういう人でもこのリズムに刻みながら、はい、ね、やったらちょっとわかるじゃないですか。そうですね、はい、リズム感上げたらもっと、リズム感良くなったらもっと広く出るんちゃいますかね。そうですかね、わかんないですけど、すいません、後で怒られる絶対怖い怖ないです。いやでも本当に私何回か一緒に走らせてもらったりとか
したことありますけど、なんかあのブレない体、ブレない走りっていうのはもうピカイチ、ピカイチですね。それなんかね、自分で言うのもおかしいんですけど、インターバルとかレースの時の動画を自分で見ると、なんか自分の主観と動画で見る感じが全然違うんですよね。あ、そうなんですか。だから動画で見ると、え、こんな綺麗に走ってんのみたいな、めっちゃ楽そうに走ってるんですよ。ああ。でも普通に自分はそう走ってる時は普通にきついんですよ。難しいんだろうね。普通にきついのに、あら今日きつかったなと思って、なんか後からなんか動画見たら、え、なんかめっちゃ楽そうに走ってるやんみたいな。これこれみたいな。そうですよ、いつもめっちゃ綺麗。でもあの体幹トレーニングした後に走ってる時はもうほんまに綺麗です。あ、体感した後の方が綺麗やなって思いました。あ、そうなんですか。うん、そうなんですね。あ、そうそう、さっきの話、そうね、箱根駅伝の話からそうなってるんですよ、ね、あ、そうですそうです。だから箱根駅伝のスタート前、はい、スタート前に固めてはる人がいた、はい、テレビで映ってたんですけど、固めてて、はい、あ、軸作ってから走るんか最近はと思って。へ、そうです。まあ多分そのチーム単位じゃなくて、うん、なんかその個人的にやってたみたいなのは多分もっと昔からあると思いますし、まあ、もっと調べたらもっと昔からあるのかもしれないですけど、その私が知ってる限りで言うと、そういうことをチーム単位でやりだしたのが日体大なんですよね。そうなんです。で、確かね、私が高校3年生の時、2012年かな、2年の箱根駅伝って日体大最下位なんですよ、うん、で、それがその1年後にまあ優勝したっていうことで、最下位から優勝っていうのが初だったのかな。まあ、初じゃなかったとしてもほとんどないじゃないですか、前年度最下位、まあ、駿河大学、徳本さん申し訳ないですけど徳本さんごめんなさいですけど、まあ、来年駿河大学が箱根駅伝で優勝するようなもんですよ。というのはもうすごい、ね、ドラマじゃないですか。で、日体大がバーンとこう注目されて、で、その日体大がその時、トレーニングとして新しく取り入れたのかなっていうのが、まあ、BCT っていうやつで、なんとかなベースコントロールトレーニングとか、なんかそんなもんだったと思うんですけど、覚えてないですけど、まあ、その BCT っていうので、普通補強ってメインの練習が終わった後にやることが多いんですけど、日体大はその BCT っていうのを走る前にやってたんですよね。で、それも同じ発想で、まあ、鍛えるっていうのもあるけど、鍛えるっていうよりは綺麗な動きを作るために、その各筋肉群に刺激を入れる、まあ、スイッチをオンにするっていう表現されてましたけど、各筋肉群のスイッチをオンにしてから走りに行くことが重要なんだみたいなことで BCT っていうのを走る前にされたんですよね。で、まあそうですね、ランナーのための体幹補強 DVD も一応走る前にやってくださいっていうことで説明してるんですよね、うん、そう。ただあの BCT のそういうくだりは説明してないんですけどそう、はい、でも私あれやってみたんですけど、はい、あのこのトレーニングやった後に走るめっちゃしんどかったんですけど。そうですか。うん、なんかすごいですね。だからランナーさんってそのすごいなって思いました。自分、はい、結構そのすごいなって言われる側やったんですけど、はい、私はランナーさんがすごいなって思ったので、はい、ちょっと今走ってます、頑張って。そうですよね、今市民ランナーなんですよね。目指してます。大会とかにはまだ出てないまだ出てないですけど。どのぐらい走られてるんですか。今のところ、はい、その自粛中に5キロが限界やったランが、はい、今10キロ、12キロ、15キロぐらいまではちょっと走れるようになってきて、なんか結構インスタとか上げてるんですけど、はいはい、なんかランナーさんとかからコメントで、はい、めっちゃ順調じゃないですかとか、はい、めっちゃ言われてえ、いけんちゃうみたいなちょっといけるんちゃうみたいな。でもあの、はい、池上さんがそのね、この環境に近くに住んでらっしゃるので、はい、なんか多分皆さんからしたらもうものすごいいい環境にいる立場で、はい、もう申し訳ないですけどちょっと盗んでいこうかなと思い、いろいろ、はい、お願いしますでももうすごいと思います、ランナーさんは。ほんまにまあそれで言うとですね、やっぱりそのランナーさん実際やってもらって、まあ、いろんなフィードバックいただいてるんですけど、まあ、選曲のそのチョイスはいいっていう声が多いですね。やっぱり？やっぱり。それ初めて聞いたんですけど、本当に？はい。
嬉しい。それは僕も小谷さんにお願いしてよかったなと思って。そうなんですか。私はそういうセンスがないのでそんなことない、言ってないです。だから結構それをそのだから音楽付きでヒート&スロートルを走る前にやって、うん、走っててもその頭の中でその音楽が再生されてるから、うん、なんか気持ちよく走れるみたいな声はちょいちょいいただいてますよ。あ、そうなんですか。嬉しいです、はい、結構音楽チョイス重要なんで。はい、それどういう基準で選んでるんですか。え、もう自分が乗れるかってどうか。だから多分私と、はい、あの音楽のセンスが逆の人とかは多分嫌になっちゃいますかね、逆に。でもどうなんでしょうね、うん、でもズンバとかもそうなんですよ。音楽って選ぶんですけど、はい、あの私の選曲が好きで来てくれはる人とかもいるんですよ。だから音楽音楽のセンスがスポーツマン向けなんだと思います。ああ、それはあるかもしれないですね、うんうん、多分そうだと思います。まああのね、これ本当は主観の問題なんで、そうですよね、そう、どれが正解か不正解多分ないと思うんですけど、うん、ただ別に私もそんな普段なんていうかポップミュージックとかってあんま聞かないんですよ、うん、まあもうビーズばっか聞いてるんですけどビーズとその他わずかな好きな人の曲しか聞かないんですよ、うん、でもそれでもなんかあの小谷さんの選曲ってなんか本当に乗れるますね、うんうん、乗っていきやすい曲っていうのはすごい使っていただいてて。そうですね、まあ、ちなみにだから私もそのランナーのための体感音響 DVD で、まあ、週2回から3回ぐらいやってるんですけど、まあ、本当に乗れますね。マサオ見てすぐやるんですけど、すごい、朝からスイッチオンになりますからね。かスイッチ全開になりますよ。わかります、もう起きて15分後にはピークステイトみたいな早そうですね。いや本当どのぐらい乗りやすいです。まあちょっとあの最後に聞いてみたいのが、はい、それでまあだから順番としては、うん、我々は先に走ってて、うん、まあ、我々はって言ってもね、市民ランナーの方はあんま補強とかしない人多いと思うんですよ。そうです、まあ、ちょっとやってる人もいるかもしれないけど、例えばその何をやっていいかわからないとか、どのぐらいやったらいいのかとか、そういうのって多分みんな知らないと思うんですよね、うん、で知らないけどでも走るのは好きで、まあ、先に走ってて、でそれから、まあ、ランナーのための体幹補強 DVD っていうのを出してやってみて、あ、これすごいなみたいな感じになっていくっていうのと、先にインストラクターとしてずっとご活動されてて、そこから、ね、あのランニング始めるっていうのはまた違うと思うんですけど、うん、その翔子先生の視点から見たら、まあ、ずっとそのインストラクターとしてされてて走ります、うん、そしたらそのインストラクターとしてやってたことが、うん、なんかランニングに、あ、役立ってるなって感じることってありますか。え、あります。どういう時感じるんですか、それは。どういう時、はい、やっぱり何、ブレない、はい、あの見てわかります。あの人が走ってて、あの人めっちゃブレブレやなっていうのが、はい、自分はあんな風に走ってないな、ちゃんと体幹ついてるなとか、はい、無駄な動きしてないなとかがわかります。へえ、はい、多分体幹ものすごく京都で2番ぐらいに入っちゃう一番誰やねんそうぐらい、ほんまにぶれないです、走ってる時、はいはい、で私結構トレーニング中も言われるんですけど、ぶれないんですよ、はい、体幹強いって言われるので、はい、それは絶対ランニングにも絶対活かせられてると思ってます。なるほど、はい、で本人はおっしゃってて、うん、で私もその小谷さんが、足尾先生がしておられるのは何回かこう見させてもらったことあるんですけど、うん、確かに綺麗なんですよね。あの短距離と長距離ってやっぱりちょっと体の使い方が違うんで、うんうん、短距離の人が長距離走ったら綺麗に走れるかっていうとそうとも限らないんですよ。でも足尾先生は走り方綺麗っていうのが一つと、あとは修正能力が非常に高いです、うん、なんかね、一回なんかの時に流しかな、流しかな、あ、2泊の流し、そうそうそう、いや暴れてるって言ったんですよどうって聞かれたからめっちゃ暴れてますって言ったんですよ。そしたらもうすぐ修正されたんですよね、うん、だからやっぱりその普段からズンバとかヒートすることでその自分の体の動かし方っていうのを分かっておられるので、うん、だからそれ走った時にその修正も早いんだなっていうのはすごい感心したことがあるんですけど、だから、まあ何回も言うことなんですが、
補強っていうのは実は体を鍛えるっていうところだけが、強い筋肉を鍛えるっていうことだけが重要なんじゃなくて、その体の使い方を覚えていくっていうところも実は重要なんですよっていうのが分かっていただけたら、なんか嬉しいなというふうに思います。もう一個だけいいですか？お願いします。自分の体をコントロールしやすくなります。体幹つけてたら、はい、それもうちょっと詳しく説明してほしいですか？コントロールしやすくなるで、腹筋とか、はい、背筋とかその部位的にいつもやるんですけど、はい、ここ意識してね、意識してねっていうやるんですけど、はい、あの V 字とかでもね、はい、V でこう、まあ、出会いますよね、足とか、はいはいはい、こっから腹筋とか体幹があれば体をコントロールして負荷をかけながら落としていくこととかできるんですよ。あ、そうですね、だから筋肉とか体幹とかがなかったらバーンって倒れていくように落ちるけど、はい、それを自分の体を自分がコントロールしやすくなるから走ってる時もコントロールしやすくなってると思います。なるほど、はい、なんかその感覚わかりますね。わかります、はい、なんか当たり前やんみたいなことですけど、多分今言ったことってそらそうやろみたいな、はい、今だって喋っててそらそうやなと思ったね。そらそらそう筋肉あった方なんですけど、うん、なかなかできない、はいはい、そうそうそう、そうだからか見てて、だから思うのは、まあ、その他の選手とか見ててそうなんですけど、結局長距離マラソンって走る時間がある程度長いじゃないですか、はい、例えば野球とかだったらもうそのコンマ何秒の間に勝負が決まってしまう、それは短距離とかだったら1分以内に勝負が決まってしまう。そうですね、でもその長距離っていうのは1万メートルでも30分ぐらいは走るわけですよ、うん、でハーフマラソンであれば1時間、マラソンだったら2時間ちょっと、男子の場合はこう走り続ける中で、その中でやっぱ走り方ってずっと一緒じゃなくてこう変わるんですよね。30分なら30分、2時間なら2時間の中で走り方が変わるんですけど、その時にやっぱ弱い選手ほどその苦しいところで大きく崩れてしまう。その大きく崩れるっていうのがなかったら、その失速するにしてもその幅が最小限で抑えられるのに、あ、こう見てて、まあね、自分もそう完璧にできてるかって言われたら完璧にはできないんですけど、やっぱり人の走り見ててももったいないなって思うことはありますし、あとはその選手としての立場から言うとスパートかけるのはそこなんですよね。うーん、一緒に走ってて、あ、こいつ崩れたなって思ったらそこで休ませたらいけないんですよ。そこで一回休ませてしまうと最後またスプリント勝負になったら負ける可能性が出てしまう。だから、あ、こいつ崩れたなって思った瞬間にもう揺さぶりをかけて振り落としてしまうっていう。すごい。だからもう私優勝した時は全部ロングスパートなんですよ。そうなんですね。逆に最後まで行ったらもう2番3番みたいな展開が多くて、だから2番3番は結構多いんですけど、でも最後まで行ったら全部負けてるんですよ。そうなんだ。優勝した時はもうそのタイミングで揺さぶって振り落としてしまうんですよね。そしたらまあその後から相手がある程度回復して最後ラストスパートとかで、ある程度差が詰まっても逃げ切れる差をもうそこでつけてしまう、 うーんっていうぐらい、その走っててブレるんですよ。そうですよね。あ、こいつ苦しいんだなっていうのがこう分かっちゃうんで、まあレベルが上がればね、そんなん通用しないですけどね。いや、でも苦しいもん苦しい時はブレるでしょ。いや、もうレベルが上がるとなかなか、あ、そうか、分かんないです。みんな言っても強いんではい。でもね、藤原新さんとか川内優輝さんとか、でも川内優輝さんは最近癖がなくなりましたけど、藤原さんとか川内さん昔は分かりましたよ。あ、そうなの。あ、これはもうダメだなって、ここで、あ、ここで崩れたなっていうのは分かりましたよ。へー。だからそういう超一流の選手でも、まあ、癖が出るときは出るんですよ、うん、はい。まあ、ただそれにね、自分が対応できるかどうかって。あ、そうですそうです。そうですけど、そうですね、はい。だまあそのぐらい崩れない走りを作るっていうのは、まあ、難しいし。そうです。だからその体幹ってね、やるに越したことないですよね。あの、絶対絶対ね、絶対です。はい、取り入れてないところないですもんね。絶対 ないでしょう。強いチームでやってないところっていうのはないと思います。そうですね。陸上マラソンとかに関わらず、オールジャンルでヒートとか入ってますもんね今。サッカー、バスケ、野球、はいはいはい、バレー、全部、はい、全部入ってます。はい、へー、うん、なるほどね。
これ1回目のに買っていただいた人とかも見てくれてはるじゃないですか。はい、あの DM 時々いただくんですよ。あ、そうなんですか。はい、今翔子先生と喧嘩してますとか言ってそういうことね。DVD 見てってことね。そう、めっちゃイラつくって言ってたしんどいししんどいし、うん、そうです。はい、まあ、あのせっかく話が出たので最後にちょっと宣伝で終わらせていただきますけど、はい、まあ、そのブレない走りと綺麗な体を手に入れようランナーのための体幹補強 DVD、まあ、本当に自衛官の方とか消防士の方とか、うんうんうん、まあ、私なんか元プロアスリートですけどやっても本当にきついんですよ。ちなみに私も今でもやってるんですけどまだちゃんと綺麗にでききれてないです、うんうん、っていうぐらい本当にこうレベルは高いんですけど、まあ、だからといってですね、普段運動してない人はできないかっていうとそういうもんでもなくて、まあ、小谷さんも翔子先生もパーソナルされてるように初めは本当全然できないっていう人もやっていくうちにこうどんどんできるようになっていくようにこうデザインしてるんで、ぜひ皆さんもまだやってないようでしたらやってみてください。週に2回、1回20分間2ヶ月継続して、それでも腹筋が割れなければ全額返金保証、全額返金させていただくという保証もつけていますんで、ぜひですね、効果を疑っている人はやってみて感じてみてください。というわけで、こちらの DVD の詳細は動画の概要欄からご覧いただきますのでぜひクリックしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。Money, but I'll work it out with my charm. Having a good time, ain't doing no harm. It's gonna be alright, gonna be alright. Hey now, honey, I've been driving around in my car, looking for some kind of open bar. It's gonna be alright, gonna be alright. Got no money, but I'll work it out with my charm. Having a good time, ain't doing no harm. It's gonna be alright, gonna be alright.